おはようございます。パストラルです。今日は5月の30日の日曜日です。時刻は4時50分ぐらいですね。今日も快晴です。今日はですね、近くを走ってる国道182号線、これは岡山県の新見というところと福山市を結んでいる国道になるんですけども、その国道をですね、縦走したいと考えてます。片道80キロぐらいで、往復160キロぐらいの、ライドになると思います。それでは行きましょう。はい、182号線の福山側の起点の明神町の交差点に来ました。ここから182号線は北に伸びてます。正直山です。で、ここは起点になるんですけども、この交差点で国道2号線と合流しているような道路になります。それでは、行きましょう。この辺りは早朝でも交通量が比較的ありますね。で、路肩も、まあ、2車線ですけども、ちょっと車の量が多いので早くこの市街地を抜けたいと思います。今日はちょっとまだ肌寒いですね。おそらく日中は気温が上がると思うので大丈夫だと思うんですけど、さていよいよ山道に入ってきました。これからは しばらくはずっと上り坂、上り基調ですね。今のは怖かった。延々と坂が続きますね。まあといっても 10% 未満ですけど、ただしかしリアのギアはすでに残ってません。もう一番軽いギアになってます。これで頑張るしかないですね。やっぱりリアだけでも 28T から 30 とかもう少し軽いギアに変えた方がいいかな。山道に入ってから、ひたすら上り坂です。勾配はだいたい 7%、8%、時々 9% ぐらいですね。お、赤い橋が見えてきましたね。あそこからは福山市街が見えたと思うんですけど、今日は天気のいいのでどんな景色が見れるでしょうかね。はい、赤い橋まで来ました。この下のつづら折りを登ってここまで上がってきました。遠くに福山市街が見えます。
今日は晴れてるので JFE の工場も見えますね。さて182号線はもう少し登っていくので、まだまだ頑張りましょう。ローソンは閉まってる。どうやら7時からのようですね。もう少しで開くのかな。なんか変な子が座ってますね。何やろこれ。手抜きうどんだそうです。手打ちかと思った。目配り、気配り、心配り、手抜きうどん。はい、だいぶダウンヒルをしてこの赤い、また赤い橋のところまで来ました。さっきの赤い橋とは別ですけどね。こちらの方からダウンヒルしてきて、ぐるーっと一周トグロを巻くようにして下に下っていくという感じの道になっています。下りはいいんですけどね、これを登るとなるとゾッとしますよね。では行きましょう。中国自動車道が見えてきました。東場に入ってきましたね。182号線はこれをここから右に曲がるのかな。そうですね、右に折れますね。コンビニ発見。休憩しましょう。コンビニによってですね、補給食調達しました。エナジードリンクと
満腹おにぎり、これ結構でかいですね。あと私の大好きなうなぎとプロテインバーは、これは一本満足かは、途中の補給食として携帯したいと思います。それではこれ食べて頑張りましょう。ここからが見えますかね、岡山県の新見市で、こっち今登ってきた坂からが、広島県の庄原市の東城町なんですね。広島県、岡山県と。なんか見えてきたぞ。親子、孫っか。大きな水槽な。はい、道すがら大きな水車発見しました。親子孫なんかな、親子孫水車、大きいやつと中ぐらいのやつとちっちゃいやつ、3つ並んでますね。いや大きいなこれは。大きいやつは回ってるけど、遠くから見たら回ってないぐらいの感じですね。ゆっくり回ってます。なんとも涼しげですね。これが中ぐらいのやつ。一番ちっちゃいやつが勢いよく回ってますね。82号線はまっすぐか、左に行くと日南、なんか宮崎みたいな名前だ。レストラン信号駅、お、ここ終了かな、終了か、ここまでか。180号線と交差するところまでやから、どうやら182号線はここまでのようですね。ここまでですね、182号線は。あそこに見える交差点が182号線のもう一つの起点みたいですね。ここはずっと、これは180号線になるので、ようやく新見の182号線の起点に来ました。さてこれから取って返したいと思うんですけども、今の獲得標高はだいたい1275なので、折り返すとなると、まあ、2500m ぐらいなのかな。それぐらい今日登ることになります。それでは戻りましょう。これから来た道を引っ返したいと思います。
さっきここまで一気に下ったので、ということは一気にかなり登るということになりますね。ひゅひ、頑張りましょう。里とか言って信号って思うよな。だからかそれは信号の隣にあるから信号かと思った。大判焼きを買いました。補給食2回目です。この黒ごまのかかったやつがあんこで、こっちがリンゴカスタードみたいです。ではいただきたいと思います。はい、ごちそうさまでした。美味しくいただきました。それでは行きましょうか。冷て、アームカバーに水かけてもめっちゃ冷てえ、気持ちいい。虫爆弾は。
この時間帯の182号線福山市街は走りにくいですね。交通量多い。重曹じゃなかったら、182号線の重曹じゃなかったら多分脇道にそれてますね。第2号線が見えてきました。182号線終了です。ちょっと歩道にまた逃げましょうかね。山の明神町交差点に戻ってきました。国道182号線重曹往復から帰ってきました。走行距離はですね、ちょうど今ここまでで201キロちょいですね。12時間ぐらいかかっちゃいましたね、グロスタイムで。で、獲得標高は1592、1600弱ですか。結構登りましたね、私にしては。ですね、182号線走ったんですけど、新見から東条の間っていうのは非常にその日本の原風景みたいな感じでが残ってて、車も少なくて走りやすかったですけども、やはり福山市内、特に市街地っていうのは車が多いので、自転車で走るのはちょっとやめといた方がいいかもしれないですね。次からはちょっと脇道にそれて、車の少ない道を選びたいと思います。それでは帰って、風呂入ってビール飲んでゆっくり休みたいと思います。ではまた。